change the party leader will. Oh no. This could be bad. Oh, she's broken. That's a bit of a problem. Hmm. Well, that should at least help a bit. Well, I guess. I mean, it was pretty close to dying anyway, I guess, so. Whatever. Hmm. I don't want to attack that thing. But I also know I'll have to. Let's at least try to do it from behind. Shit. Ow. That was painful. Yeah, I delayed too much in preventing the... So I can't really use it or what, can I? Yeah, I can. Okay. Also, yeah. That should help. Well, at least we beat it. I don't think there was really much of a reason to do with it.
dark crystal fragment. I'm going to go ahead and avoid that guy. How far did boss go? Campfire? That's a pretty big campfire. We were worried, of course. ちゃんと安全な方に逃がしたよ。そうか。ああ、You're still worried. どうやら親分として最低限の義務は果たしたみたいだな。これで<笑>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  ボスの仲間たち。おお。あなたは。そうだ。それにこの場所は。ここは私の活動拠点。彼がフィルフさんに襲われてたから私が保護した。ああ、そう。少年を助けてくれて感謝する。私は白河氏族のリラディザイアスだ。 ユーモウ無比の白河氏族、生き残りがいたのね。私は霊騎士族のキロシャイナス。会えて嬉しい。うん、インテレスティング。キロはこの誰もいなくなった土地でたった一人フィルフと戦い続けている。自分は信じるもののために 自分の命をかけるだけ。誰でもやっていること。リラ、ここは一体どういう土地なんだ。今までの門から入った場所とは明らかに違うんだ。ここは我らウォーレン族の聖域、森を潤す水源地だ。こんなここに近い門があるとは知らなかった。水源地？どこにも水なんかない。 むしろからっからに干上がってるように見えるけど。長くてひどい話をしよう。今から数百年前、水と緑に恵まれたこの地に侵略者が攻めてきた。クリント王国の人間たちだ。Yep. おそらくいくつもの異なる世界に門を開き、その中に役に立つ場所がないか探していたのだ。そして、この地は選ばれてしまった。以前話したクリント王国衰退の理由を覚えているか？確か王国は門の力で2つの世界をつなげて、資源の力で王国は栄えて、門をいっぱい作ったら その門からフィルフサが溢れ出したっけ。プレイティマッチ。その資源はこの地全域に散在している。魔石とは比較にならない純度を持つ砂粒ほどの結晶。ただ結晶自体が希少な上に水に恵まれたこの地は採掘に不向き。そこでクリント王国の連中はどういう方法を使ってかこの力 全ての水を奪い取ってしまった。いや、エンペルマイトビーハンソム、バットヒットフィニリルクスライクヒーニーズモアスリープ。そんなことが。おそらくは錬金術の力による現象だろうが、その辺りの経緯はよくわからん。
Do you know something? その情報は初めて聞く。白と青っていうのは高度な錬金術で作られた古式紐か。とにかくこの力は水が奪われ、王国の連中は心置きなく資源の採掘作業に勤しみ。やがてその高すぎる代償を払うことになった。水を嫌っていたフィルッサの大軍が虫歯みの女王に率いられ、Right, because they don't like weather. And the weather's gone. この地からクリント王国の人間は駆逐された。しかし、結局、水は戻らなかった。さっきの話から察するに、古式紐を持ち去られたためだろう。すべての水はそこにとどまったままなんだ。そんなことが。They do own the source of weather. この大地だけが残された。それでも我らは長い間戦い続けた。フィルスさんに汚され、変貌した故郷を取り戻すために。しかし数十年前、我が白ガシ族もついに敗れ、私も重傷を負って敗走した。そうして残されていた門の一つから私たちの世界に迷い込み、私と出会ったというわけだ。その後二人で王国の遺跡に残された門を探しては封印する旅を始めたの。ああ、すべての元凶たる門を封じ、禍根を断つ、そう王連族として誓った。だがこの聖地で一人勇敢な攻勢を続けるお前に同胞として協力することが私にはできない。謝らなくていい。それも王連族としての戦い。私はあなたの戦いを尊重する。まずはボースを無事に連れ帰って。彼の心配をしながらじゃ私は戦えない。すまない。責めているんじゃないし、やっかんでもいない。何も知らない君には無事に帰ってほしい。違う、そうじゃないんだ。キロボース、キロが言った、渦巻く白と輝く青そのもの、俺は家の離れで見たことがある。どういうこと？俺の家が村の水源として隠している。それからは常に水が湧き出していた。違いない。あの水はここから奪ったものなんだ。おお、怖い。私たちの村のブルネン家から湧いてる水がここから奪ったもの。Guess they wouldn't really have known after so long, but still. That's I mean, I kind of figured, but still. しょうがないけど、やっぱりみんな考え込んでるね。みんな自分が大きな何かに触ってる気がして、ちょっと怖くなってるんだよ。いや、ボース、君の見たものはそうだったとしても気にしすぎないで。君が悪いわけじゃない。ああ、分かってると思う。この地に水を取り戻す方法が見つかったのか。もし本当にそれが叶えば。アンペル、あまり器用な。起きたことをすべて何もかも背負っていては潰れてしまうぞ。異界にフィルフサ、クリント王国に王連族、極めつけに村の水源は古式ヒグか。ディスコエタルトといけんは追いかけてきた。それだけだったはずが、いつの間にかな。
Claudia. Yay! Thank the white mage! Achievement unlocked. Overnight camp out. Descubre el ámbar, los campos. Tú venís de Fombrot por this. Yep. Should have figured. That's scary. Oh, that's sweet. Oh well, back to the entrance. Kondo, Kegao Shinai Kurai Tsuyoku Naranaito, Kiteba Bane. Yeah, I should really level up a bit. Seao Yakaseruna. Tabu, so. Ose, Deo. フィルスを数多く倒した者が稀にある戦士の証。生き抜く強さを心にくれる。キロ、助けてもらった恩は必ず返す。水をきっとここに戻すから待っていてくれ。君がそう言うなら信じる。キロシャイナス、お前の戦いに加われないことは心苦しいが。 せめて調査は急ぐつもりだ。気にしないで。近くにイルフさんはほぼ片付けた。女王の城から新たな群れが来るなら、私も休むつもりだ。女王の城。虫歯みの女王の巣になってる。なるほど。 そこを攻めれば大侵攻を未然に。いや、どの道我々の戦力では無理か。あまり無茶なことを考えるなよ、ミラ。私たちにはまず先にやるべきことがあるだろう。分かっている。ボース少年の証言したものが
真にクリント王国の古式秘具かどうか。任せてくれ。近いうちに必ず機会を作る。おうおう、なんだかようにかこつけるようになっちゃって。ちゃかさないの。さあ、ひとまずお別れしよう。また会う日のためにね。イエーイ。やっと元の世界に帰れるんだね。君たちに日の影と月の導きがあらんことを。And we're gone. And suddenly sun. Yay, we're back! ほんのちょっと出かけただけなのに帰ってきたって感じがするな。こっち側にフィルフサが入り込んでるってことはないよね。Yeah, we killed most of them already anyway. この遺跡もじっくり調べたいところだが、それはまた今度だな。大冒険だったね。のんきなことは。もう遊びじゃなくなったのはお前も分かっているだろう。うん、ただ思ったことはちゃんと言っとかないと。またこじれたら嫌だからね。こじれてないって。お互いこうやって言い合える程度にはなっちまってるって。ほんとどういうことか。まだクラウディアに生まれたみたいな喧嘩中ではあるんだろうけどね。ライザ、とりあえず僕としてはからかったりいじったりはいい加減やめてほしいかな。そんな恥ずかしいまねをするものか。誰に見せつけるでもなく、ただ一人で強くあり続けたあの人、俺は見てしまったんだから。いや、尊敬しているだろ。That voice. Sure, I'm sure that's all there is. ボスの勇敢さは認めてくれるんじゃないの。なんて私たちをここまで。ここから先の異界までどんどん進んで引っ張っていったんだからさ。勇敢さか。それを示すとしたら、これから、ブルネン家の男、俺自身が。お前たち、おしゃべりは後にしろ。そこは門だ。最悪フィルフサが飛び出すぞ。いや、ビートファディタイル。そうだった。早く、早く帰ろう。まったく、まだまだ世話がいけるな。Right.Well, before we go to the manor, in fact, that's probably as far as I'll go with main quest for now. Should probably go and deliver the side quest though. Oh, whoops. So, now that I got a gathering sanitizer, what do I do? I don't understand the exact process. Would you simply choose a catalyst material and put it in the bottle?From there, it will create a tiny wall within the bottle, based on what the material is or what it can do. So if we use something really good, then you'll wind up with a good wall. In theory, we won't know for sure unless we experiment with it. Well then, why don't we try that? Tutorial: Gathering Synthesis.Insert any material into the gathering synthesizer to create a new gathering area within the bottle. The place in the bottle is a whole other world, where you can gather materials and battle monsters. What you can gather will change based on the item you put in initially. Only one wall can exist per bottle, so if you want to see another one, you'll have to erase the first one. You can obtain more bottles out in your own world, which will allow you to create more new worlds.Each time you explore a bottle, its visit count will decrease. Eventually, you won't be able to explore it anymore. You can restore the visit count using gems.
Interesting. Also, the world you create will be given passcodes that you can share with other players. Create lots of rare worlds to share with players all across your world. Nice, that's interesting. Achievement Unlocked is a small world. Okay, so what is it? Oh, it's right there. Okay. Is there anything new around? Oh, it goes there. I wonder if I can expand this later. Well, for now. There's a recipe. Oh. So with this I can choose like specific materials to find. Oh, those are golden punies. Okay, I should probably use one of those then, but later. I was attempting to create a high level. Can I sort them by level? Oh yeah, I can. Cool. Okay. Doesn't seem to be much special. It also doesn't look like it will create a particularly high level. Maybe quality does matter? No, not really. But I will try this one. No, you know what? This will get us some gold punies. Explore! Okay, what do we have over here? That looks like it's... yeah. That's different. I don't need those punies, those are easy to find. That's closed. And I don't see a way to open it, so it might be like a button or something. Interesting place at least. So I can't actually look at the whole area. That's a bit worrying.